今月は何がありますか？節分。終わったよもう。違うじゃん。誕生日よ。違うよ。勘違いするなよ。恥ずかしい。何やじゃ。バレンタインじゃい。恥ずかしい。自分の誕生日の動画回されてると思ったん。はず。はずくねえし。はず。はずくねえし。ってことでね、もうちょっとでね、バレンタインじゃけ、ちょっとね、チョコタルト作ろうかなと思って。豚。おい。豚。チョコタルトケーキを作ろうと思うけ、楽しみにしとったよって話。楽しみにしとるだけでいい。あ、いいよ。あ、そうな。うん。手空いたらカメラ回してくれ。わかった、うん。楽しみにしとこうじゃ。あ、ちょっと作ってくるわ。いってらっしゃい。楽しみにしといて。楽しもう。もう弟は寝とるけ、俺はちょっと頑張ってチョコタルト作るんで、ぜひ皆さん、兄ちゃん頑張ると思ったら、高評価とチャンネル登録してください。じゃあ、レッツ、チョコ、チョコ。あ怒られた。ということで、チョコタルトケーキを作っていこうと思います。失敗するかもしれないですけど、頑張って作ります。ガチの、今日本気のやつです。美味しいの作りたいと思います。そして、まずは、タルト生地作りから、材料はこちらでーす。アーモンドパウダー 25g、コーンスターチ 10g、粉糖 45g、無塩バター 75g、薄力粉 115g、卵黄。まずはこれで生地を作りたいと思います。今回も、いろ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 は、この、富澤商店。ドミーズで揃えました。まずは薄力粉とコーンスターチとアーモンドパワーをふるいに振って振っときます。お菓子作りってマジでどんだけ振らすんやっていうぐらいふるいに振るよね。薄力粉、お尻ふるふる、お尻ふる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 、怖っ。そしてアーモンドパウダー。元気じゃね。うわ、来た寝起きのボーイが。アーモンドふるふる、そんなんあるんじゃね、アーモンド。そうなんや。抹茶っぽい色がちょっとね、緑で。どこが？あれ？どこが？こわ。コーンスターチも入れます。ふるふる。ふるふるしきれんのはこうやってヘラで落とします。ティッシュ分厚いの買いすぎてしまわないけどね、ここ。お前、兄ちゃんの最高のチョコケーキタルト作りにノイズを入れるんでくれ。いらん、お前。ティッシュの情報なんかいらんのんじゃけ。兄ちゃんの料理が今みんな見たくて。開いてくれたのは兄ちゃんのお菓子作りよ。お前な、お前ティッシュがもう入れませんけどじゃないわ。お前そんな言い方してないじゃん。そんなじいさんみたいな言い方してないじゃん。がはい、オッケー、振りましたよ。ほら、綺麗、雪、マジ雪。そしてボウルにバターを入れます。であとは粉砂糖ですね。これを入れてミキサーにかけます。うわ、粉めっちゃ散るんだけど。ちょっとあれじゃ無理そうだったんで手でやります。バターと粉砂糖を混ぜる感じですね。だいぶ塊になってきました。そしたらここに卵黄も加えます。で、さらに混ぜる。オッケー、いい感じで、さっきふるったこいつをさらにふるいながら今のと混ぜる。はい、綺麗に振るわれました。これを混ぜていきます。マジ最初はほんまにこれ混ざって固まるんかいのって思うよね。だんだん固まるよね、この生地的なやつって。よっしゃ、できました。こんな感じで生地らしくやっとなってくれました。これでラップをふんわりかけて冷蔵庫で約2時間休ませます。さあ、約2時間経ちました。こいつだいぶ休ませました。もうすごい休んだと思う。ということで、ここにラップを敷いてます。ここに、強力粉で軽く打ち粉みたいな感じでして、この一番強い棒でボコボコにします。ちなみにさっき着とったセーターめっちゃ汚れたんで着替えました。硬っ。え、ソフトボールぐらいの硬さなんだけど。すっごい硬い。この上からもね、一応ラップをするみたいですね。棒にくっつかんように。うわっ、水分めっちゃ飛んでボロボロになってたんで、ちょっとだけ牛乳足して生地を復活させました。これならいけそう。とりあえずこんな感じで広げました。意外とめっちゃむずいな、これ。めっちゃ大変だった。そしたらここにちょっと油を塗ります。これは取れやすくするためですね。これはバターでもいいみたいですけど。じゃあここに合わせます。はいはいはい。怖いな、結構パティシエすご。せーの、よいしょ。型に入れていきます。うわ、ちょっと割れとるな、ここ。余分のところはこれで落としますと。
まあ、少々破れてるところはこれを繋いでいけばいけるんじゃないでしょうか。こうやってこんなもんかな。ちょっとムラがあるけどいいでしょう。生地にフォークで空気穴みたいなのを開けました。ここにこうやってシートを乗っけて、生地が膨らまないようにここになんか重りを乗せるらしいです。で、重りしないんでお米とかで代用できるみたいなんで、お米を乗せます。よいしょ。はい、こんな感じです。なんじゃこりゃ。今ここは予熱してるんで、予熱ができたら180度で15分で、この米をどけてさらにまた10分やるみたいです。生地焼き上がるまでトン、開けてみます。オープン、てってれー。いい感じなんじゃないでしょうか。ちょっと膨らんだかなって感じですけど、まあ OK にしてください。じゃあこれで次はチョコ作りに行きたいと思います。はい、じゃあタルトできたんで、あ、Kがカメラをやってくれてます。やっと撮るねー。やっとやってくれてます。やっと撮れて、コソ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 なんか遊びよったけどね。遊んでないよ。何しようか知らんけど。遊んじゃおらん。ということで先にグラサージュ用の、こちらを作っていきたいと思います。うわー、シェフぶっとるわ。待って、俺エプロンも途中からしてないんだけどね。新しく買ったやつ。いや、やめてや。なんていうんかね、これエプロン以外に呼び名あったよね。サロン。そう、出来立て屋で働いてる時これ知ってた。出来立て屋なんて誰も知らんわい。出来立て屋で働いてる時これつけとった。いいじゃん、ストリートで働いてる時これつけとった。ストリート誰か知ってない。はい、グラサージュはあの一番最後の上にかけるさ、テカっとるチョコあるじゃん。光沢のあるやつね。そうそうそう、あれです。あれするん。それよ。あれするん。それよ。あれ、お店のやつじゃん。それよ。マジで。はい、ではまずこちら、ココパウ。逆すな。 35g。 よいしょ。水 80g。 水を加えながら混ぜます。こんななるんじゃ。生クリームを65、さらに加えます。本当ね、料理はね、よくね、上手ですねって言ってもらうことあるんだけど、うん、ことお菓子作りに関してはね、ことお菓子作りに関してはほんまに素人だけ、うん、もういろんなレシピ見させてもらいながら、ご教授いただきながらですから、頑張らせてもらってますね。そう、だけこれはね、美味しいの頑張って作りますよっていうところを見てもらえると嬉しいです。え、ナパージュじゃん、もう。あ、ナパージュね。ねえ、やめて。ナターシャ、うん、ナターシャってどこの、フランスのどこの、イングランドどこの人。元気じゃない、急に。こっちはしっとりとお前お菓子作りチャンネルしよったんだけど。やめてや。勝手にお菓子作りチャンネルにせんといてや。ガチャガチャ刺さんでや。おしゃれな映像と音楽とともに。え、そんな編集にするつもりだった。 おしゃれなお前お菓子作りしよったんだけど。いや、そんなチャンネルじゃないよ。はい、そして、グラニューは90です。グラニューは90。グラニューいいよ、これすごい。おいいね。あ、待って、香りがすごい層っぽいよ。でもここに餅入れたらワンチャンお汁粉に見える。入れんなや。入れるけよ。はい、ちょっとプクプクしてきました。見てください。プクプクしてきたら火を止めます。はい、ちょっと冷まします。ゼラチン、ほら黒毛みたい。これよく絞って水を、はい、入れます。これで余熱で、あ、溶けるわけよ。そういうことです。ほら、もうなくなった。綺麗綺麗、艶やか。あんたの瞳みたいよ。あー、綺麗な目。はい、そしたらこれ、こしながら入れていきます。あー、ここでもこす。よくこすね。こすの好きじゃけね、お菓子作りさんは。こすね、お菓子無駄にしませんよと。はい、オッケー、せいでしょ。せい。これはまた冷ましておきます。うわー、ツヤツヤ。はい、そしたらケーキの方の、まあ、チョコの方作り。ん？どういうこと？本体の方、ケーキの方のチョコの方の、ガナッシュの方。ガナッシュ、うん、ガナッシュ知らんな。ガナッシュの方。ガナッシュ知らんな。まず一旦生クリーム150入れます。チョコは水が入ると分離してしまうんだっけ。そう、終わり。でも生クリームはいけるんじゃ。不思議だね。不思議だね。子供扱いせんといてや。真剣にこっちは言うんじゃけ、流さんといてや。ねえじゃないや。はい、で沸騰直前の生クリームでーす。これをちょっとずつ入れながら溶かすんじゃ。溶かす。チョコはちなみにベルコラーデっていうところのチョコです、使ってます。で、こっちのクーベルタブレットスイートを100、クーベルタブレットミルクを100、200入ってます。溶かします。ということで、ここで一回チョコを流します。はい、
あ、見たことあるような見栄えになってきたね。で、グラサージュ用の縁はね、ちょっと抜けてないんけ。なるほどなるほど。こんなもんか。うん、はい、飲みみたいに言ってる。これで、まあ、今日夜遅いんで一晩寝かしたいと思います。よっしゃ。で、明日仕上げて食べましょう。はい、また明日、バイバイ。おやすみ。こんばんみ、一日経って二日目で、めっちゃ来るじゃーん。ということで、一日経ちました。もう丸一日経ったね。うん、まずは見てもらおうかな。見してください。これに入れてるけだだーん、ほらもうらしいでしょ。らしいらしい。で、これで食ってもいいんじゃないか。そうそう。で、昨日グラサージュ作っとったやつがちょっとまあ、常温で重たくなったけ、ちょっとだけ温めて、うん、なるほど、滑らかさを増すって感じ。ちょっと湯煎します。熱っ。さあ、そしたらもう仕上げにかかりますよ。うわ、お菓子作りの仕上げって楽しいけどね、一番。え、これもうかけるん。かけます。いきます。うわ、え、どの価格がいい。それでいいかな。 OK。うわぁ、美しい。これ寒でもいけるね。うわぁ、すごい。で、これでちょっと冷やすかな。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ。で、固めて食べるようにできると、はあ、いう感じでございます。すげぇ。はい、ということで1時間ぐらい冷やす予定だったんですけど、24時間経過しました。あの後牛丼食べてめっちゃ眠くなったよね。マジあの牛丼睡眠薬入っとんかなと思って二人とも爆睡。普通に爆睡して1日経ってしまいました。マジ3日がかりの大企画じゃんこれ。ほんまね。マジで大変。出していきましょう。お願いします。出します。はい。おお、引っかかっとるな。え、でもめっちゃいいじゃん。めっちゃいいよ。さあ、これで最後の仕上げ、うん、仕上げ。ビオラがありますんで。ビオラ、食用のね。食用のビオラ、お花。そんなおしゃれするねえ。めちゃくちゃ真剣じゃん。はい、完成。おお、高級感あるおしゃれさんをしてったね。ということで完成しました。3日間かけて作ったチョコタルトです。すごいじゃないですか。食べましょうよ。食べよう。うわ、仕事人じゃん。入刀するよ。行っちゃって。行きます。この瞬間がね、一番ね、ワクワクするんだけど、はい、あ、結構柔らかい。うそ、ほんま。あんま、ちょ、あ、結構柔らかいんじゃない、上のチョコがね。そうなんよ。へー、腹がね、ちょっとくぼんどるけね、うん、めっちゃ切りにくい。どうでしょう。いいじゃん。美味しそうじゃない。美味しそう。三層のこれならね、切りやすいはず。いいですね。あ、いいじゃん。はい、どうでしょう。完成です。完成しました。完成です。兄ちゃん特製チョコレートタルトです。やるね。どうしちゃった。奮闘が打足じゃないことを祈ります。それではいただきます。いただきます。ハッピーバレンタイン。バレンタイン。これ手でいってもいいんじゃない。確かに。じゃあこれでいかしてもらおうかも。いかしてもらってもいいんじゃない。いただきます。いただきます。あ、うまいわ。うまい。タルトちょっと膨らんだかなと思ったけど全然いいね。うん、さっこいでしょ。チョコの部分はすごいねっとりしとって、まあ生チョコの感じで残っとる。そうやね。いっちゃん上が一番ねっとりしとって、中もうガチガチじゃなくてね、生チョコとかぐらいね、ほんまに。だね。うん、いっちゃん上がちょっとビターじゃんか。でバランスがいいんだよね。中の甘いチョコと下のクッキーと、ね、うん、このねっとりな感じが正解なんかわからんのんだけど、うん、これはこれで美味しいよね。うまい。タルトだけで食ってもうまいわ。お店レベルはいっとるね。じゃね。食べ方レベルが幼稚園。ノリついてるみたいな。岩ノリついてるみたいになってる。だからこれ歯は真っ黒なんだよね、ネットリックで。だね。うん。
はい、まだケイチョコピンは食べてますけども、チョコだけにケイチョコピン、うん、いかがでしょうか、お兄ちゃんのチョコタルト作り。すごいよ、美味しい。3日にわたってよかった、マジ大変だった。皆さんはどんなバレンタインを過ごしますか。我々は今日23時半から KK のカウントダウン生配信をしますので、ぜひ皆さんチャンネル登録をして通知をオンにして準備して待っててください。はい、あ、するんすか。しましょうよ、サプライズありですから。えー、ちょっとしたね、マジで。うん、チョコケーキ初めて作ったんですけど上手にできてよかったです。ありがとうございました。美味しそうと思ったらチャンネル登録高評価ぜひお願いします。この後の生配信も楽しみにしてね。ごいしい、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 ごいしい出ました。一番美味しいやつ。すごい美味しいってことだよ。そういうこと。